六角義方、三好三人衆を破った織田信長は足利義昭を奉じてついに上洛を果たした。信長は直ちに朝廷に働きかけて義昭を将軍の座につけると、京の本国寺に将軍家の仮御所を設置。将軍家の警護役として光秀と秀吉らを残し、自身は盟友の長政を伴って本拠の美濃へ帰国した。六条合戦。義昭様を無事に京に送り届けたことだし、これで少しは天下も落ち着くかな。そうはいくまい。将軍位につかせたとはいえ、力なき将軍家に忠を尽くす者がどれほどいるか。だから兄様や長政様が助けてあげるんでしょ。今はそうだな、助ける価値のあるうちは助ける。あ、それってどういう。京の松永久秀殿より急死が参りましたぞ。京を追われた三好三人衆にまたも不穏の動きが。長政、直ちに兵を率いて京へ向かうぞ。あ、不穏の動きったって援軍要請はまだだろ。京は遠い、今から動かねば間に合わん。まだ将軍が撃たれては困るのでな。乳働きなら俺に任せな。勝家、私も戦うからね。義昭様のいる本国寺までもうすぐだ。これで何も起きてなかったらとんだ骨折りだな。いえ、進むほどに嫌な匂いが濃くなっていく。これはもう始まっているわね。さすが大方様、俺もそう思います。物見を放つまでもないか。時は一刻を争う、先を急ぐぞ。久秀の頼りをもとに来てみれば、やはり三好の残党どもが攻め寄せていたか。ブナガ殿、美濃にいるはずのあなたがなぜここに。ブナガが現れたなと。バカな。急ぎ義昭を撃つのだ。信長殿、私はここだ。早よ助けに参れ。義姫、俺の留守を狙ってきたか。この木に叩き潰しておかねばなるまい。三好三人衆がいる限り都は落ち着かねえ。俺が絶対に倒してやる。このままでは押し切られてしまう。援軍を呼びに行かねば。どれ
敵に何やら不審の動きあり。懸念の種は排除しておきましょう。見つかったか。これでよし。懸念を一つ除くことができましたな。味方が勢いに乗ってきたな。あの砦で敵の守りが薄くなっている。今のうちに抑えてしまうのが吉でしょうな。オンサどれかどれ討ち死に変えよう。生かしちゃおうかね。無事抑えられたようですね。ここを起点とすれば反撃もたやすいでしょう。よし、進軍だ。やれやれ、信長様が間に合ってなけりゃ今頃どうなってたやら。砦の救援は間に合わなかったが、我らのみで押し返すのは厳しそうだが。親父の加勢で流れが変わった。やっぱり親父はすげえ。俺も頑張るぞ。ご無事ですか、義明様。金国の書をかき集めて当て参じましたぞ。まずい、いよいよ厳しくなってきたぞ。まだ諦めるには早い。義明を直接狙え。開門。斎藤殿を援護せよ。一気加勢に攻め立てるのだ。また敵が現れたのか。分かったよ。もう俺たちだけじゃどうにもならねえぞ。もう一撃。敵将討ち取ったぞ。悔しい、ここまでか。ここは引こうか、あるまい。いやはや、さすがでございますな。やれよ。どれ、ほらほら行こな。一、あんまり無茶すんなよ。起点救援コン。ここまでか。助かった。おかせ、かたじけない。さらなる襲撃に備えておく必要があろう。守りをもっと固めておけ。なんとかしのげたか。よっしゃ、今度はこっちの番だ。耐えた分しっかり暴れてやるからな。
この一撃形勢逆転というわけか。まあよい、砦にこもれば他島の信長も手は出せまいで。うちにこもり手駒に戦わせるか。腐り果てた者の不毛どきめ。よし、目障りな敵は全て退けたな。前線をさらに押し上げるぞ。開門。我が理想の世に腐敗した輩は不要。さような異物は焼却がよい。みんな家計をしてください。奴らを炙り砦から引きずり出すのです。やるか。策の準備を進めている間、俺たちは派手に暴れて敵の目を引きつけておくか。貴様ら何をし、分かったよ。来ている。増兵どもじゃ相手にならん。織田の援軍か。ここから先は通さぬぞ。では進軍できないぞ。これだけ暴れれば敵将も無視できねえだろ。なんだあの騒ぎは。静まらぬか。開門。まんまと出てきたようだ。これで策の準備も少しは楽になるだろう。起点救援攻。起点救援攻。敵将、私が倒したよ。力及ばずか。お見事にございますな。私にだってできるんだ。限ってきたぞ。天気の違いってやつだ。叶う相手ではなかったか。どうしようかね。みんな準備はよろしいか。放ちなさい。これが鬼柴田だ。な、家計だと。くそ、砦にとどまっては我ら残らず丸焼けよ。こうなったら破れかぶれだ。信長どもと差し違えてやるわ。開門。来たな。ならば迎え撃つのみ。おお、味方が加勢に来てくれたか。各地の味方に加勢する。三好残党に再起の余地を与えてはならん。残る敵は全て討ち取れ。
取る無双の武ってな。敵将、打ち取ったぞ。耐えきれん、引かせてもらう。お見事にござった。ほらほら行くぞ。耐えよう。どれだ、どれだ。増兵どもじゃ相手にならん。人気の違いってやつだ。かなう相手ではなかったが、ご活躍心強い限りです。よし、終わったな。信長殿、手を煩わせて面目ない。構わん、将軍が無事ならそれでいい。これで都も少しは静かになろう。まさか信長様に来ていただけるとは。いや、本当に助かりました。我らだけでは危うい戦だった。久秀殿があらかじめ信長殿に知らせていなければ。この戦、一番の手柄は久秀だったようだな。久秀、よく知らせてくれた。三好三人衆とは因縁の間柄、常に気にかけておりましたゆえな。奴らは過去の栄華にすがるだけのクズ。これでようやく掃除が叶いました。で、あるな。信長殿、遠くからよう駆けつけてくれた。私を大切にしてくれていること、心から礼を申すぞ。この機にそなたを副将軍に推挙したいと思うが、もちろん受けてくれよな。俺にそのような大役は似合いますまい。それよりも今日の守りをより堅固にしなくては。そうか、世話をかけてすまぬな。もったいなきお言葉。ではこれにて。将軍様との謁見はもう終わり？随分と早かったわね。将軍と長話するいとまがあるならば、俺は機長と話していたいからな。嬉しい。ねえ、外に出ない？あなたに見せたいものがあるの。まあ、いいだろう。綺麗。ほう、この戦火を耐えたか。このムクもいつかはすすけてしまうのかしら。そうはさせない。光秀だろ。お前に先を越されるとはな。確かに犠牲なくして太平の世は築けんのやもしれん。だが市中の希望を守り抜くには乱れし現世を打ち砕かねばならん。その先に太平がなれば、無垢は無垢のままでいられよう。それが天下一新
なら、あなたが守り抜きたい希望って？俺にとって大切なものたち。もちろん機長、お前もだ。笑うか？らしくないと。ああ、笑うね。とんだお笑い草だ。美月。けど、それでこそ俺の親父だ。惚れ直したぜ、な、機長さん。もう。